はい、皆さんこんにちは。クソフリークライブのベックです。今日はですね、大谷大さんをゲストにお招きいたしまして、 YouTube そしてブログをですね、毎日更新されていると。でしかもそのブログの更新が11年更新されているということで、なんかその継続力もすごいし、でそのウェブデザイナーとかもやりながら、そういうアウトプットをずっと毎日更新を続けてるっていうのもすごいし、なんかその辺の生産性の秘密とか、そして、まあどういう風に何かネタ管理してるかとか、アウトプットをやってるかみたいなところ、いろいろお話を伺いたいなということで、今日はですね、招待させていただきましたということで、大谷大さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。大谷大です。はい。で、ちょっと大ちゃん、今日多分初めての方多いと思いますので、特にポッドキャストの方は初めだと思うので、自己紹介お願いします。はい。上から読んでも、下から読んでも大谷大です。普段はウェブサイトを作ったり、映像を作ったり、音楽を作ったり、まあ割と幅広くいろんな仕事をしています。で、ブログディレイマニアというブログを2011年からスタートして、で2012年の頭ぐらいから今日まで毎日更新を継続しています。11年ちょっとぐらい。すごい。で、YouTube は2013年ぐらいに一回始めたんですけど、長続きせず、2020年にもう一回やろうと思って、50日間毎日更新して止まり、そして、2022年末にちょっと本腰入れようと思って、2023年1月頭から今日まで、4月22日まで毎日更新継続中です。そんな継続力みたいなところを今日はお話できたらと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。すごい。もう、この話、今の部分だけ聞いてもですね、圧倒的な継続力で、11年連続ブログ毎日更新って、まずやばいっすね。いや、もう僕は本当は爪の赤を煎じて飲まなきゃいけないぐらいブログの更新頻度がだいぶ落ちてたんで、改めてそこへの継続力とかも聞きたいし、やっぱりそれを維持してきたっていうその仕組みの部分ですよね。そこが多分一番ライフハッカー的には気になっているところなので、今日はいろいろ学ばせていただきたいなということでよろしくお願いします。で、こちらですね、今ライブ配信もしてるんですけども、まあ、コメントがあれば拾いますっていうのと、それからこちら編集をして、前編後編あるいは前中後編ぐらいに分けて、編集版っていうのを出していくと思いますというのと、ポッドキャストの方もそういう形で分けて出していきますということで、じゃあ、まず、今日聞きたいのが、いわゆる時間管理とかタスク管理とかっていう、まあ、セルフマネジメント的なお話と、でそれから、まあ、もう毎日更新しているということは、ネタもいろいろ管理していかないといけないし、まあ、そういうのをですね、あと勉強とかもしていかないといけないわけですね。しかも大ちゃんの出してる動画とかって結構マニアックなところをかなりついてきてるので、これは一丁紙でなんかニュースヘッドラインをペッて流してるような感じじゃねえぞみたいなところもあるので、どうやってその毎日更新かつそのディープダイブが実現できてるのかっていう、まあ、ちょっと情報管理と勉強実的なところを聞きたいっていうのと、で3つ目が、それをネタからアウトプットにしていくのに対してどういうワークフローだったりとか、まあ、どういうですね作業をしているのかみたいなところをいろいろ教えていただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早速でございますけれども、1個目の話題、はい、セルフマネジメントということで、もうまずそもそも体調悪い人変わるじゃないですか。でいやいや、それでも、それはもちろん、うん、毎日更新が続けられているっていう、まあ、多分何かしら、まあ、仕組みがあるし、いろいろやりくりもしてるんだろうけど、まずその継続力ですよね。どうやって時間をやりくりすれば、しかも YouTube、ポッドキャスト、それウェブデザイナー、あとなんか、他にもなんか、なんかコミュニティ活動みたいなのもやられてるじゃないですか。どう、何、36時間ぐらい一日あるんですか。まあでも、まず一つは、あるところからブログが事業化したというか、収益が割と出たので、自分の中で仕事として割り切ってるところもあって、だからそういう意味では、まあ、要は、サラリーマンの方が会社に勤めて、まあ一日何時間みたいな拘束時間があってっていう中で毎日更新してるのとは、ちょっと事情は違うとは思うんですよね。で、だからそもそもの話をすると、なんで毎日更新を始めたかところで、2011年ぐらい、まあ、僕らの周りで結構ブログブームというか、なんかブロガーがキラキラ輝いてた時代があったんですよ。で、まあ、僕はオツパというブロガーと知り合って、まあ、それこそベックンがつないでくれて、友達だから合わせるよみたいな感じで。そんな感じでしたっけ。いや、そんな感じでした。の居酒屋に電話一本で呼び出してくれて。それ語弊がある、語弊がある。オツパ今暇やったら来てくれるぐらいの多分。そうそう、そんな感じそんな射程みたいな扱いしてないですか。
で、それで、まあ、そうやって、まあ、いろんなブロガーとどんどんつながっていって、で、そういう人たちに、まあ、結構その、PV 数的なところでは多分勝てなそうだなって思って、その時は。僕、ブログ始めたばっかりで、最初は本当月間 PV 数千みたいな感じのところからスタートだったんで、この人たちに、なんか一個でも貸したいなって思ったのが、まあ、毎日更新してる人があんまいなかったから、毎日更新して、継続力だけは負けないぞみたいなところからスタートだったんですよね。で、それを始めてみたら、あの、毎日更新が多分ね、僕、肌に合ってたんですよ。要は、一生懸命書いた渾身の一記事みたいなのを週に何本か出すんじゃなくて、もう習慣の中に取り込んで、まあ、大体こんぐらいの分量の、こんぐらいのクオリティのものを毎日出していくって決めちゃった方が、僕は楽ができたというか、だから自分にとって負担じゃない方法だったんだろうなっていうのが、まあそれは後々分かったんですけど、最初はもうほんとがむしゃらにみんなに負けないぞみたいな気持ちでブログをやってて、で、それで、それがどんどん習慣化していったら、ブログ書くことが、毎日書いていくことがすごく楽になっていって、で、それが継続してるっていう感じなんですよね。今ですね、毎日更新が肌に当てたって話も聞かせていただいて、まあ、なんかやっぱり大ちゃんの人間的な性質とかも含めて、うまくいってたんだろうなというのはちょっと分かったんですけど、まあ、とはいえ、まあ確かに、とはいえ、うん、ブログと YouTube、毎日更新でしょ？で、その他の活動もしてるじゃないですか。うん、やっぱりなんかどう時間のやりくりをしてるのかとか、なんか、普通にやってると、多分無理なんですよ。だから生産性を維持するため、あるいは毎日更新という何かしらそれをキープするために、何らかの工夫はされてるんじゃないかなというのがあるので、そこを少し教えていただけると。はい。はい。そうですね。まあ時間のやりくりで言うと、多分そんなに皆さんと変わんない気はしてて、まあ例えば移動中にちょっと筆走らせるとか、あと、ま、ちょっと根性論になっちゃうけど、睡眠時間30分削るとか、なんかね、お昼休憩をちょっと短くするとか、なんかそういうことは、これまでもやってきたなとは思っていて、で、どっちかっていうと効率化の方が多いかなと思ってて、例えば、1時間かけて書く文章が本当に素晴らしいのかっていうところを考えたら、別にそれ30分で仕上げても、成果物がちゃんとしてればいいっていうことで、ということは、その、短く書くテクニックというか、まあ、最近でもそんなにめっちゃテクニックじみたことはないけど、まあ、型が決まってきてるので、例えば、じゃあグルメ記事だったら書き出しはこうとか、なんかデザイン系の話題だったらこうみたいな型が決まってきてるから、筆がサクッと走るみたいなところはあって、だからあんま悩まなくなったかなって。悶々と悩むことはあんまりないってことですね。ないですね、それは。素晴らしい。そうそう、だからそれが多分ね、ないのが強いかも。最近めっちゃそれをやってるわけじゃないけど、一記事仕上げて次の記事に行くみたいなことあんまないんですよ。いろんな記事の下書きを常に書いてる感じ。だから、まあメモを取っていったらそれがブログになるみたいな感覚というか、だから並行してるんですよね、それが。そうすると、筆が走んなくなったら一回やめちゃえばいいんで。そうすると、まあその分、まあ、時間が生きてくるっていうか、悩んでる時間をどんどん削っていく感じですよね。そんな感じで書いてるから、だからそれがテクニックじゃテクニックかなっていう。いや、まあ、簡単に言いますが、簡単に言いますが、悩まなくなるっていうのはね、なかなか難しくて、まあ当然やっぱり毎日やって、それが11年も続けば多分、その僕は思いもよらないような、何かしらのその、なんていうのかな、オートメーションモードみたいなものが、脳の回路で出来上がってるのかもしれないんですけど、まあそれでも、やっぱり僕もなんだかんだ文章をずっと作ってきてるし、スライドとかもずっと、なんていうか仕事で作ってきてるんですけど、やっぱり未だに悶々と、こう悩んだりとか、スライドとかのデザインとかも含めて、いつかはサクッとできるようになるだろうと思ってたのに、いつまでもなかなかこうできないっていうのがあって、多分何かしらその性質的なものは多分あるんだろうけど、それにしても。多分あれじゃない、完璧主義なんじゃない、別に。多分ね、それはあると思います。はい。多分なんでこの、成果物に対する期待値が高いんじゃないかな。ああ、なるほど。だから、そこに達さないとっていう気持ちがあるから、悩んじゃうんだろうと思うけど、まあ、特にそのブログって後で直せるからいいかっていう気持ちがどっかにあって。なるほど、なるほど。だから動画よりはブログの方がそこのハードルは低いかなっていう。
だから逆に言うと僕が YouTube 何回か挫折してきてるのはそこで、あーそうそうそう、 YouTube で完璧主義になっちゃってたんですよ、うん、だからそれのせいで、まあ、要はカメラの前でいざじゃあ話しますって言った時にちょっと今甘噛みしたなとかなんか、うん、で撮り終わって編集してる時になんとかだと思うのでのと思うのでみたいな、うわ思うのでが直近で2回来たなとか、うん、そういうことを考えちゃってて、だから今 YouTube の更新が、まあ、ここ4ヶ月ぐらい続いてるのって、あの完全に台本化したんですよ、うんうんうん、あの喋る内容をもう決め、あなんかざっくり決めて話せるって思うのをやめた、話せない絶対に少なくとも僕が思う最終的な動画のクオリティに持っていくためには、あのアドリブで喋るのは無理だなって思って、うんうんうん、だったら台本書こうって思ってから継続できるようになったんで、だからやっぱ成果物の出来上がりみたいなところを一回設定して、うん、それを自分の能力と、使える時間とで考えてどういう形にするかみたいなところも結構大事なのかなっていう。おお、なるほどね、うん、確かに。ちょっと気にはなってたんですけど、やっぱり YouTube 2013年ぐらい大ちゃんがあのソニーのカメラこれいいよって言ってくれて、うんうん、僕も実は家族用に同じやつ買ったんですよ、はいはい、で、あの時確かに大ちゃん YouTube やってたなと思って、あの時何人かそうやって YouTube を始めた人がいて、あこれから YouTube なのかなと思ってたけど、まあ、でも結局まあ大ちゃんもまあ辞められたというのがあるんだけど、続いてる人って多分あんまり正直いなくてというか、まあ、あの僕ちょっと遠くにやっちゃうけど、トバログさんとかあの辺はまあむしろ YouTube で行ってバーって行ったところもあるんですけど、なんか YouTube って2013年頃一時期ブームになって、でもみんな続かなくてやめてったっていうのがあって、でそれがなんでこう大ちゃんはうまくこう二度の失敗を経てそこに至れたのかっていうところと、何かモチベーションがあるからきっと2回の失敗があったから3回目に、うんうん、まあ何かその反省を生かして、また違うやり方もできただろうし、でもそれでも3度目の挑戦をしようとしたモチベーションっていうのは多分何かあるのかなと思っていて。はいはいはい。うん。それは、どういう。あ、それでもね、うん、結構明確にあって、うん。あの、僕はブログの収益が結構調子が良かったのに、うん。まあおそらく皆さんそうだと思うけど、ブログの収益が下がってきて、はい、で、僕はブログをお金のためにやってないって思ってたんですよ、ずっと。うん、そしたら意外と頼ってたなっていうことに気づくわけです、うん、その収益が下がってきた時に、うんうん、意外とお金だったじゃんっていう、うん、で他でがっつり稼いでたら多分悩まないんだけど、うん、思ったよりブログに頼っちゃってた時期があって、でやばいなこれはっていう、だから他の仕事ちゃんともっと立て直さなきゃっていうところを考えた時に、まあ一つは YouTube だなと思って、でもともと単純に好きっていうのもあるし、動画コンテンツが、うん、で、まあ、やっていきたいって気持ちはあったけど続かない、だったら続くようにするにはどうしたらいいかを考えようっていうのが去年の末ぐらいだったんですよね。で去年ね、2021年は動画を結構出してたんだけど、2022年は年末に見た時に1本しか動画上がってなかったんですよ。おお、1本と思ってでそれで慌てて2022年待つ5日間ぐらいちょっと動画を出してみたんですね。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、そしたらあやっぱ動画面白いわってなって、で一旦ちょっと毎日更新やってみようっていうのが今年の頭ででそれはなんか別に毎日更新にこだわってたわけじゃなくて、うん、毎日更新ぐらいやんないと多分続かないなって思ってたから、一回奮い立たせるために毎日更新しようと思って、で最初のうちは型探しというか、うん、自分にハマる作り方ってどんな感じだろうみたいなのを1ヶ月間かけて作ってみて、2月ぐらいか、うん、僕ね2月12日が誕生日なんですけど、うん、その誕生日の日に皆さんに恥を忍んで誕生日プレゼントとしてチャンネル登録お願いしますみたいな言ったんですよ。はいはいはい、言ってました言ってました。そう言って、でそれで2023年2月12日が要はそうやってみんなにお願いした日で、 2月14日、その2日後ですね、うん、に突然動画がバズるんですよでなんかなんでと思って、だからみんなにチャンネル登録お願いしたことで一気にトンってちょっと一瞬増えたから YouTube が、う
あれお前頑張ってんじゃんみたいなことだったのか、その辺のアルゴリズムはよく分かんないんだけど、まあ、たまたまその動画コンテンツが良かったのか分かんないけど、まあ、バズってそこから急に9000人増えたんですけど2ヶ月で。でそんなんかそういうなんかご褒美いただけたからなおさら頑張れたっていうのがあって、だから本当最初の1ヶ月はとにかく意地でも毎日更新してやるぞみたいな1ヶ月があって、でそっからこう成長していく時ってやっぱり面白いから、あこの動画受けるかどうだ、はい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 、この動画受けるのかみたいな感じで出していくのが面白い2ヶ月間みたいなのがあって、なるほどみたいなのが3月いっぱいぐらいまで で今はそれが型が決まったから、うん、その型に対して、まあ、今日はこのネタ今日はこのネタみたいな、はいはいはい、っていう感じで、だからモチベーションで言うとちょっとずつ変わってるっちゃ変わってるかも、うん、最初はだからブログの収益を埋めるために YouTube 頑張ろうって言って、で、まあ、割とあっという間に収益化できたんで、そこのモチベーションから今度はなんかチャンネルを伸ばしたい欲になっていって、うんうん、毎日更新ここまで来れてるからブログと一緒に毎日更新ずっといけたらいいなっていうのがまた別のモチベーションとしても乗っかってきて、だから最初のうちはあんまりこだわんないって思ってた毎日更新だけど、なんかこだわってこの1年いけたら面白そうだなみたいな。なるほどなるほど。なんかちょっと今聞いてて思ったのが、多分一つの大ちゃんの成功パターンみたいなものっていうのが多分あって、頑張ろうと思う、頑張ろうと思った時にとりあえず毎日更新という自分を奮い立たせるっていう言葉を使われていたので、うんうんうん、まあ、多分そう、そういうことですね。その自分のモチベーションを続けさせるとか、自分が習慣化させるときに毎日更新っていうのが一番自分にとっては合ってるやり方だっていうのを知って、うんうん、また、あ、多分ブログをずっとやってきたっていうのが一つ、うんうん、あの大きな自信としてあったんだろうなっていうのがあって、でそれの中でじゃあ毎日更新をやるためにどうやって効率化を図っていくかみたいな、その中で特に型っていう言い方をされていたので、その型を見つけてその型に対してネタをはめていくっていう、うんうん、なんか大ちゃんのなんていうかな、一つ得意ななんか攻撃のパターンみたいな、うん、なんかそういうのが多分あって、うん、で多分その2013年の頃の大ちゃんはそこまでまだその成功パターンっていうものを確立しきれてなかったんだけど、うん、2021年とかはある程度でき、うんうん、もうそれは分かってるんだけど、バズらなかったんで、うんうん、というかまあやっぱり、で頑張って頑張って3ヶ月ぐらい頑張って成果出なかったらやっぱりちょっと落ちちゃうじゃないですか。うんうん、だからそういうのもあって、今回やっぱり続けていけそうっていう一つのモチベーションとしてやってきた。で、今回はその自分の成功パターンにハマって成果も出てきたよっていうのが、うん、さらに楽しくなっていく要因として、ブログもきっと似たような感じだった。最初毎日更新をやっていって、で、それに対して成果がついてきて、毎日更新が逆に楽しくて続けられるようになったっていう。なんか、毎日更新をやる何かしら大ちゃんの中の毎日更新の達人みたいなのがあるというよりは、多分それが一つの成功パターンとしてあって、それがブログで1回成功しました。で、YouTube は2回失敗したけど3回目は成功しましたっていうのが今なんやなっていうのが、ちょっと見えたので、うん、なんか、これは、誰に、なんかね、再現性ないかなと思うんですよ。大ちゃんが、そうね、コツコツ型の、すごい人なのかな、みたいなの思ってたから、うん、まあでも多分それもあるんだろうけど、うん、でもそれ以上に、でも、やっぱり、YouTube に2回やめてるわけじゃないですか、うん、更新を。で、それは本当にコツコツ型の人で、全然気にせずに、毎日続けられる人って、それでも続けるじゃないですか。うんうんうん、だから、それはやっぱり、その型、自分の成功の型というか、パターンみたいなものがあって、それが1回ダメでも2回ダメでも3回目にチャレンジできるっていう、バイタリティさえあれば、うん、うん。あと続くかどうかっていうのは、じゃあそれをやってるうちに楽しくなって、バズりましたとか、成果が目に見えましたとかって言って楽しくなって続いていくっていうことはあるにしても、まあそれを何度も何度もトライできさえすれば、結構これは誰にでも使えるというか、うんうん、割と再現性のあるやり方なのかなっていうのはちょっと聞いてて思いました。うん、はい。はい。で、一応ね、この1個目のトピック、もともと大ちゃんのその時間管理とか、タスク管理とか、うん、その辺をちょっと聞きたいなと思ってたんやけど、うん、まあ、そういうなんかこう、いい習慣化とか、続けていくためのモチベーション管理みたいなところは大体分かったんやけど、うん、時間のやりくりとか、はいはい、まあ、時間は多分省力化みたいなのもあるにしても、それにしても動画ってやっぱり、例えば10分の動画を作るのにも2、3時間かかるわけじゃないですか、うんうん、でそれが20分30分になっていくとやっぱり1日2日ぐらい普通かかっちゃうんですよね、うん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 、で例えばブログ記事1本、
にどれぐらいの時間がかかると見積もるのかとか、動画一本出すにどれぐらいの時間を見積もるのかとか、で、毎日更新を続けるために、例えばこの作業は事前にやっておくとか、この作業は時間がある時にまとめてやっておくとか、なんかその辺のなんかやりくりとかってありますかね、時間の。ね、まず、ブログはね、僕はめちゃめちゃ早いんで、まあ大体30分ぐらい。で、かかって1時間。だから1記事に対してそれ以上かかるようだったら、それはもうよっぽど狙った記事じゃないとやんないっていう感じです。で、例えば M1 グランプリのランキングまとめみたいなことは毎年やってるんだけど、それは M1 グランプリ見なきゃいけないから3時間かかるんですよそれはね。でもそれは自分の中で、まあ要は趣味の時間だから、見てる時間っていうのは、だから、まあ、点数まとめたり文章書いたりは結局30分ぐらいでできるし、だからまあブログで言ったらそもそもそんなに時間がかかんないもんだっていう意識があるっていう。で、あとまあネタとかもまあ常に集めてるから、だからネタ集めの時間って意外とかかってそうだけど、細切れの時間だし、それもなんか趣味の時間もちょっと食っちゃったりとかもしてるから、意外とかかってないっていう印象で、ただやっぱね、動画だけはどうやっても時間かかるんで、動画に関してはもう気合で時間を作りましたよ。もう。それに関しては気合しかなかった。もう、やりくりのしようがなくて、だからまあ大体1日4時間、3、4時間ぐらいは増えてますね、その去年と比べて。はいはいはい。でも単純に遊んでた時間みたいな、まあ、そうプライベートの時間を削ったってことですね。削ってっていう。だから本当に、去年までだったら割と晩ご飯僕が用意したりとかしてたのを奥さんが作ってくれる機会が多くなったりとか、うちはまあ基本共働きで家事も割と空いてる方がやればいいよっていうタイプなんで、割と僕が積極的にやれることはやってたんだけど、結構今頼っちゃってるかなっていう。まあそれももうちょっと動画のコツつかんできたら、まあもうちょっと余裕が出るかなとは思ってるけど、だからある程度ちょっと根性でやってるところもあって、ただあとは要は作業ログみたいなのを撮るんだけど、ちょっと僕の作業ログの撮り方は独特というか、細かく撮りたくないんですよ、めんどくさくなっちゃって。トグルっていうサービスが昔、今もあんのかな、トグルってサービスがあって、あれ今もありますし、あれだいたい押し忘れるんですよ。ね、押し忘れるから時間わかんなくなっちゃって、でなんか正確じゃなくてもいいやと思って Google スプレッドシートに30分刻みの、Google カレンダーの週間カレンダーみたいなものを作ったんですよ。で色分けしておいて、クライアントワークと、自社メディアと音楽の3色で分けて、それを塗っていくんですよ、30分刻みで。はいはいはい。でちょっとその名前だけつけといて、例えば要は動画編集とかブログとか、あとクライアントさんの名前とかを入れといて、でパッと見た時に自分がどんぐらいの仕事やってるかっていうのを後で分かるようにしてあるんですね。でそうするとなんかこの日休みじゃないのになんかめっちゃ休んだなみたいなのが浮き彫りになってきたりするわけですよ、要はだらけちゃってるだけの日とか、あとは自社メディアめっちゃやってるけどクライアントさんの仕事を一切やってないじゃんこの日みたいなやばやばみたいなことも色分けで見えてくるんですね。なるほど。でそれをやってると要は自分が使える時間とかが見えてくるんで、それによってじゃあ翌週どういうスケジューリングでいこうとかが、まあ、立てやすくなるっていうか。じゃクライアントワークも割とその裁量があるというか、締め切り間際にガーッと忙しくなったりとか、そういうのもあったりするじゃないですか。はいはい。なんかその辺で、例えば、来週は忙しいぞと、クライアントワークが、締め切り間際やぞという時に、その前の週とかにちょっと仕込んどくとか、そういうことはやったりします？それはもちろんやります。だからなんか、まあ例えば、一番多いパターンは外出の予定があったら、まあ物理的に動画の作業ができないから、だったら動画は前日用意しとくとか、お、まあ、そういうことはやってますね。なるほどなるほど。じゃあ日によっては2本そう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 作ってるっていう。そうそう。え、ちょっとですね、撮って編集して出すまで1日で全部やってってことですか？いや、それはまあ大体そうですね。おー、だからすげえ、あんまりね、今撮りだめができてないことがちょっと問題で、本当はだからもっとちゃんとしたい。例えば、今理想としてるのはこの日は撮影の日みたいなのをやりたいんですよ、本当は。で例えば撮影じゃあもう4本撮りしちゃおうとかっつって4本撮って、で次の日がっつり編集しちゃおうみたいなのをやりたいけど、今はもう追っつかなくて、だいたいその日に会ったとして前日
音声だけ取れてるから、うんうん、まあこの音声活かしでやるかとか。あ、そっか、大丈夫、今あれか、撮影がないのか、その基本的には音声入れて、音声が先、うん、まあこれもどこまで話すかって後でまとめて多分話した方がいいんだろうけど、あのアウトプットのワークフローで細かくは聞こうかなと思うので、うんうん、まあ、そこはちょっとここは置いておいて、うんうん、まあじゃあ取りだめとかをするというよりはもうブログを書く、 YouTube を作るっていう大きなタスクがドンドンと1日の中に2個あって、そう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 、でクライアントワークの時間に応じて、まあ、うん、あのプライベートの時間が削られるかどうかっていう感じってことですね。そうです、そうです。いや、まあまあまあ、でもこれさらっと言ってますけど、ブログ毎日30分あれば更新できるって普通できないですからね。いやでもね、これはだから30分のクオリティを良しとするっていうところ結局は、うん、であとはそのクオリティに納得できないんだったら、うん、そのクオリティに達するように作業効率を上げたりとか、だから例えばスニペットツールを利用してみるとか、はい、なんかそういう、だから今だったらチャット GPT 使うとか、ああそうですね、まあ、そうやってその要はクオリティをかさ増しするような仕組み作りみたいなのをするしかないですよね、うん、まあ、時間はそれしかないんだから、単純にその作業の時間を短くするためにその、うん、チャット GPT 使って表に組み直してもらうとか、まあ、これもあの前のコラボ動画でも話したと思うんですけど、うん、まあ、そういうのは多分大いに活用していけばいいかなっていうので、うん、あとはどこまでその自分の文章のオリジナリティにこだわるかぐらいのところってことですね、うんうんうん、まあ、そこは多分ちょっとあるかな。でも、まあ、いずれにしてもチャット GPT とかがない時代から大丈夫30分で書いてたわけじゃないですか。確かにチャット GPT いらんでしょ、ぶっちゃけ、うん、その時間を短くするということに関しては、うん、っていうのもで、うん、いやだからまあ いかに型を作ってその毎日更新をして、うん、それどっちかというと多分時間ありきなんですね、きっと。でそれにどうはめていくかっていう工夫をしていくっていう、うんうん、そうですね、うん、そうそうそう、うん、なんかあれですね、まあ、いわゆるプロフェッショナルなというか、僕らも仕事してる時にサラリーマン的なお仕事してる時にも、うん、締め切りがやっぱりあるので、うん、この3日間しか時間がありませんと。で、まあ、その中でできる最大限のことをやるしかないっていう、だからそれがあの100点満点じゃなかったとしても、この3日でできる最大限を やったぞというものを出すっていうことをやったりするので、ある意味プロフェッショナルならやっぱ時間があって、その中でどんだけクオリティをちゃんと出していくか、成果を出していくかってことなので、まあ、それは一つ素晴らしいなと、僕もブログにそのプロフェッショナリズムを持ち込めればきっとできるのかもしれないけど、ずっとまあでもね、これでもないとかってやってます。でもね、毎日更新が偉いわけじゃないからね別に、うん、その肌に合うやり方でいいと思うし、なんか単純に僕は例えば週に2回更新にしようってした時に、その週に2回の更新だとしても多分クオリティが変わんないから、だったら毎日更新の、まあ、要は同じクオリティで量出した方がいいやっていう考え方なだけであって、まあ、渾身の1本が素晴らしい成果物であれば別に更新頻度はどうでもいいのかなっていう感じはするし、うん、あでもね、 YouTube は戦略的にやっぱ習慣付けをした方が、うん、要は視聴者側に毎日1本出てるっていう習慣付けをした方が、まあ、結構見てくれやすいだろうなっていうのは、うんうんうん、自分がユーザーとしても思うから、 YouTube に関しては毎日更新が有利だなとは思うけど、うん、ただまあたまに思うんですけど、有名どころの YouTuber さんとかでその更新頻度にこだわるがためにこの動画いるっていう動画をたまに更新されてる場合もあったりするじゃないですか。まあそれは、まあ俺、まあ、それ僕もそうだから分かんないな。いやでもちょっと、ね、今日出した動画が果たしてベストの動画出せたかなっていうのは、分かんないもんな、それは。そう、まあまあまあ、だからちょっといろいろね、まあそこはだから戦略ですよね。どういうふうにユーザーに認知してもらえるかっていうところもあるし、まあ毎日更新なり、その少なくとも更新頻度があるということは少なくとも目にする頻度が多くなるということなので、まあユーザーからしても、あ、大ちゃん今日も頑張ってるなって思ってもらえるというところですよね。まあなんでそこはまあいろいろ考え方があると思うので、まあ人それぞれかなと思いますと、まあ肌に合ったやり方っていうのをやっていければなということで、まあ、いい感じに、じゃあちょっと話の切り目かなと思うので、次のテーマに行きたいと思うので、ここまでで一旦前編終了にして、で、次、多分中編、行きましょうか。はい。ということで、中編は、あ、じゃあね、じゃあ次のトピックは、中編で、大ちゃんのネタの管理、あるいはその勉強というかね、研究をするっていうところ、まあ、情報管理と研究したり勉強したりっていうところについてお話を聞きたいと思います。ということで、前編はこれで終わりたいと思います。